イトルコールいきますか。あまり先生のあまり先生のあまりにわかりやすい現代社会、イエーイ、大人気ということで。大人気お生理学園チャンネル、こんにちは。中の人サイナです。外の人あまりです。今日もあまり先生に最近のニュースに詳しく解説してもらうコーナーをやっていきたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、頑張ります。ではタイトルコールいきますか。はい、はい、あまり先生のせーの何でしたっけ、何でしたっけ。あまり先生のあまりにわかりやすい現代社会、3回目ですね。3回目がやってきました、はい、大人気ということでありがとうございます、うんうん、大人気よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ご覧の皆さんもいいねとチャンネル登録お願いします。お願いします。それでは早速いきますか、はい、それでは、はい、行ってみよう。生理学園チャンネル、今日もお便りが届いてるみたいなので、はい、読ませていただきます。お願いいたします、はい。中の人さいださんへ。最近ニュースで周庭さんが収監されたとよく耳にしますが、どんな悪いことをしたのですか。わかりやすく教えて、あまり先生。はい、ありがとうございます、はい、ではあまりにもわかりやすく教えていきたいと思います、はい、お願いします、はい。周庭さんって何者なんですか。周庭さんは香港の人なんですけど、はい、あの吉本興業に入っていて、はい、なんかのコンビ芸人らしいんですけど、今はピンで活動していることが多いんですかね、はい、なんか最近テレビではあんま見ないですね、はい、あれ芸人の香港さんじゃないですか。違うんですかニュースだって言ってるじゃないですか。イエローカードですよ。失礼いたしました、はい。シュテさんって何者ってことなんですが、うん、香港の、政治とか、はい、みんなが暮らしていく中身をもっとより良くしようっていうことを訴えて活動している人で、はい、結構お顔立ちが綺麗なので、はい、なんかそんな感じでファンがいたりとか、はい、日本とかにも結構メッセージを発信してくれている人なので、はい、ツイッターとかでもシュテさんって調べると出てくると思うので、もし詳しく知りたかったら、うん、ツイッターとかで調べてみてください、はい、とりあえず香港の政治活動家です、はい。政治活動家。生理学園チャンネル。香港って国じゃないんですか。中国。一応中国の一部だっていうことになってますね、はい、うん、っていうのもちょっと歴史を遡らなきゃいけないので、はい、うん、少し僕がいっぱい喋りますね。はい、お願いします。中国の一部に香港がなったのはつい最近のことです、うん、はい、それまではずっとイギリスっていう国の植民地だったんですね、はい、うん。ただイギリスと中国だと政治のやり方とかお金の仕組みとか経済とかが若干違うところがあるので、いきなり中国に返還して中国のやり方でやるよって言っても香港の人たちが困っちゃうと思ったので、50年間だけ香港はその中国のやり方に慣れる期間として特別に自治をしてもいいよ、香港の人が香港のやり方を決めてもいいよっていう仕組みで一国二制度っていう仕組みを作ってもらったんですね。なので香港は中国の領土の一部で、うん、国ではないっていう扱いになってます。国じゃないんですね、はい。香港の人はどうしてデモをしてるんですか。あ、そうですね、はい、周庭さんをはじめとする香港の人は今たくさんデモをしていたんですけれども、はい、っていうのはですね、中国が香港に対してある条例を出そうとしたんですね、はい、どんな条例かっていうと、中国とかで悪さをした人たちが香港にいた場合は、香港から中国に、送検して中国の法律で裁くよっていうのを、しようとしたんですね。そうすると香港の人が例えば中国で悪さをして旅行中とかですかね、はい、して香港に戻っていた時に中国に行って中国の裁判で裁かれることになります、はい、そうすると香港が自分たちで自分のやり香港のやり方を決めれるよっていう仕組みと合わなくなってしまうので、はい、香港の人がそれは中国と一緒になることだから嫌だよって言ってデモを起こしているんですね、はい、それが始まったのが大体5、6年前だと思います。はい、はい。21年度生理学園グループ新校舎を開校します。詳しくは概要欄をチェック。生理学園チャンネル。今はどうなってるんですか。香港の今っていうことですか。そうです。そうですね、はい、香港さんは今最近テレビで見ないんですけど、うん、何してる。香港の今は
中国からもう一つ国家転覆罪っていうのを、しちゃいけないよっていう法律が出たんですね、どんな内容かっていうと、中国のやり方に、文句を言う人とか、あいつは悪いとかっていう人は、中国っていうやり方を批判することになるから、たとえ香港の人でも悪さを言ってたら捕まえちゃうよっていう、法律が出たんですね、それによって香港の人が中国のやり方を強く言うことができなくなってしまったので、最近は香港のデモ活動っていうのはちょっと弱火になってますね、はい、なので、香港の人たちがもっといい香港を作ろうとかっていう活動はしていっても全然いいんですけど、ただ中国の悪口が言えないっていうことで、若干こうデモとか大規模な運動みたいなのは少なくなってますね、周庭さんもその一環で収監されちゃったようですね、生理学園チャンネルということで、香港の今や周庭さんのことなんですが、よく分かったでしょうか。はい、ありがとうございます。さすが甘利先生ですね。ありがとうございました、じゃあ僕の大好きな香港さんの話をしたいんですけど、香港さんコンビだって知って？そもそもなんですけど、香港と台湾と上海と中国、全然区別がつかないんですけど、あ、そうなんですね。これはどうしましょう？カニが取れるのが上海。そうですね、上海は中国です、完全に、で台湾は中国です、ちょっとだけ、若干台湾は成立の過程が複雑なので難しいんですよ。台湾っていう国はそもそも中国ができる時に分離した一派なんですね、中国って正式名称中華人民共和国って言うんですけど、その中華人民共和国ができる時には2つの政党というか、考え方が違う人たちが争ってたんですね、共産党って言われる人たちと国民党って言われる人たち、2つの政党ですね、でこの時に共産党っていう人たちが、中国の内戦で勝ったので、勝ったぞーイエーイって言って中華人民共和国を建国しました、その時に負けてしまった国民党の人たちが今の台湾ですねの位置に逃げていって、私たちはここで国を作るぞって言って中華民国っていう国を建国しました。それが今の台湾です。で中華人民共和国を建国した人たちは、あいつらはあくまでも僕たちの一部だから台湾は中国の一部だよっていうふうに言ってるんですけど、台湾の人たちは僕たちは中国から分離した人たちだから中国の人じゃないよっていうふうに言ってるので、ちょっと中国と台湾の関係って複雑なんですね。実際、ちょっと何年か前ですね、日本である地図が、世界地図が発売されたんですけど、あ、地球儀だったかな、が出たんですけど、その時に台湾を台湾という国であるみたいな書き方をした時に中国からクレームが入って、その地球儀、世界地図が出版停止になってしまったんですよ、っていうぐらい中国の人たちと台湾の人たちはちょっと関係が複雑です。なので日本の今の立場としては、台湾は中国の一部だっていう認識なので、台湾っていう国は存在しないっていうことになってるんですけど、世界の国を見てみるとちょっと台湾は一つの国だよっていうのを認めているような国もあります。なのでちょっと一概には中国の一部とも国だとも言いづらいんですけれど、そんな成立の過程があるんだなっていうのを、分かってもらえたらいいかなと思います。ありがとうございます。どういたしまして、生理学園チャンネル、今日はあまりさんに周庭さんはなぜ収監されたのかから始まり、香港、台湾について説明していただきました。生理学園チャンネルではこういったニュースの質問や、あとは特に中学生の皆さん、これから受験シーズンで最近気になるニュースを聞かれると思うので、そういった質問も募集しております。あまりさんならきっと分かりやすく解説してくれると思います。ではまた次の動画 でお会いしましょう。バイバイ。La la 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 la